んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは記憶力を取り戻すです。あなたは最近記憶が悪くなったなって思うことはありませんか？でも記憶が悪くなったと思うシーンには2種類あります。一つはあなたが急にふっと立ってキッチンに行った、でも何をしに来たのか忘れたというような感じですね。これは記憶力が悪いのではないんです。あなたはもう何年も生きてますから、いろんなことが頭の中で自動的に行われるので、それで目的を意識する前にあなたの体が動いてしまったというだけなんですね。これは大人として当たり前のことなので気にすることはありません。それよりも重要なのは、大切な約束を忘れたり、大切な書類をどこに置いたか忘れた、こういうような大切なことを忘れるということですよね。この記憶力の衰えというものは、実は子どもの頃から発しているんです。例えば皆さんはこんな体験はないですか？お母さんに何々を持っていきなさいねって外出するときに言われたけど、それをはいって言いながら持っていかなかった。そしてお母さんに後でどうして持っていかなかったのって言われると、あーもうつい忘れちゃったのって言い訳したかもしれませんね。これは本当でしょうか？お母さんの方からしてみたら、自分が言った言葉をちゃんと聞いていない、大切なことだと思っていない、やろうとしない、だから忘れたんだっていうのがバレバレですよ。ですからもしあなたがここで、あごめんなさい、次はちゃんと持っていくねって言ったらどうなりますか？あなたはちゃんと親の言葉を聞かないといけなくなります。そしてその通りにやらないといけなくなります。だから忘れたって言うんですよね。忘れたって言えば次もまた同じことが言えるからなんです。ということで、人はやるべきことをちゃんとやろうとしないときに忘れたって言うんだっていうことですね。またあなたはこんな体験があるかもしれません。妹とか弟に、お姉ちゃんあの時私にこうしたねって言った時に、そうだっけ、覚えてない、忘れたって言うかもしれません。あるいはあなたは本当に何か失敗をしたりダメなことをした時に忘れたいって願うかもしれませんね。つまり人は自分にとって都合の悪いことは忘れるという暗示をかけているということなんです。そしてこういうことが心の中でまるで利息のように積み上がっていくんですよ。そして大人になるとその利息部分が溜まっていくので、大きなことになって、そして大切なことを忘れるという現象が始まります。ですからこれを直すにはどうするかというと、まず人が言っている言葉を大切なことだと思ってしっかり聞いてその通りにやるということ、そしてもう一つは自分がやってしまった都合の悪いこともちゃんと反省して謝るということ、この2つがなければ実は記憶力は取り戻せないということですよ。ですからこれをちゃんと直していきましょう。いつものようにあなたは6歳の自分だと思って、これから大人の自分が言う言葉を聞きます。でも記憶力というものを直すときにはできるだけ子どもの自分でイメージした方がいいんです。ですから2、3歳をイメージできるとベストです。さあでは始めましょう。目を閉じてください。あなたはよく忘れるよね。大切なことも忘れてしまうよね。やらなきゃいけなかったり覚えていなきゃいけないことを忘れてしまって言い訳しているよね。
本当は忘れたのは、人が言った言葉を大切に思っていないからだよね。その人の思いが煩わしくて、その通りにするのが面倒くさくて忘れたんだよね。忘れたって言い訳せずに、ちゃんとごめんなさいと言ったら、次はその人の言う通りにやらなくちゃいけなくなるから嫌だったんだよね。大人の自分はそれでとても困っているよ。そのおかげで記憶力がどんどん悪くなっていくんだよ。やるべきことをやるのが嫌で、忘れたと言い訳したことで、ずっと未来に記憶が悪くなっていくなんて、あなたは思わなかったよね。これは大変なことだよね。だからお母さんやお父さんに言われたことをやらずにごまかすために、忘れたと言い訳するのはやめなさい。自分がやった悪いことを覚えていないとごまかすのもやめなさい。面倒くさくてやりたくないことを忘れたと言ってごまかすたびに、自分の記憶が悪いと暗示をかけるんだよ。それはやめなさい。そしてやらずにいたことを謝りなさい。約束を破ったことを謝りなさい。悪いことをしたことを謝りなさい。忘れたのは嘘で、ちゃんと覚えていたけどやりたくなかったと正直に言う方が、あなたは記憶を損なわずに済むんだよ。そしてちゃんと謝りなさい。お父さんお母さん、これからは忘れたなんて言い訳せずに、やるべきことをちゃんとやります。悪いことをしたら謝ります。申し訳ございませんでした。この方がいいよね。ちゃんとできるよ。そして記憶力を取り戻そう。